九段下駅、九段下駅は、東京都千代田区にある、東京地下鉄、東京メトロ、東京都交通局、都営地下鉄の駅である。東京都交通局の駅には二小学者大学前の、副駅名がある。駅名の由来は、昔この地を走っていた、都電急系統が、九段坂下に九段下電停を、設置したことによる、東京メトロの東西線、 半蔵門線と都営地下鉄の新宿線の合計3両線が乗り入れている。駅番号は東西線が T07、半蔵門線が Z06、新宿線が S05 である。所在地は東京メトロが九段南一丁目、東京都交通局が九段北一丁目となっている。東京メトロ九段下駅は飯田橋駅、つむ管区九段下地域として、 近隣の駅を管理している。東西線は相対式ホーム2面2線を有し、半蔵門線、新宿線は2面2線の相対式ホームが1面2線の島式ホームを挟む形の合計3面4線を有する地下駅である。東京メトロと都営地下鉄の乗り場表示は連番になっている。半蔵門線と新宿線は改札内区域を共用しており、 中間改札なしで乗り換えが可能となっている。白金高名駅目黒駅間の東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線共用区間を除けば2014年現在この両車局の接続駅で改札内乗り換えが可能な唯一の例である。一方、東西線は方向別で反対方向の改札に行くには竹橋寄りにある地下通路を利用する。 他路線とは改札内で繋がっておらず、一度改札を出ての乗り換えとなる。今後、2020年3月末をめどに、東西線と栄新宿線、半蔵門線が、改札内で乗り継ぎできるようになる予定がある。2013年3月15日までは、運営主体が別々なことから、東京メトロ、半蔵門線4番線と、栄新宿線5番線の同一ホームを壁で仕切った。 形になっており、乗り換える際は階段を上って、改札を一旦出て反対側回り込む必要があったが、壁が撤去され、2013年3月16日からホーム上で乗り換えられるようになった。合わせて、改札外での壁も撤去されたため、同様に、東京メトロ、半蔵門線3番線と、都営新宿線6線の間の乗り換えも改札を通過しなくなっている。 半蔵門線で相対式ホームの構造の駅は当駅のみである。ただし、2013年3月16日からは、押上方面は、新宿線の新宿方面と対面の島式ホームになり、厳密には相対式ホームと言えなくなった。東西線のホームは中柱がある。半蔵門線ホームは、半蔵門側のみ中柱がなく、それ以外の部分には中柱がある。 出店、東京メトロ、駅構内図、出店、都営地下鉄、駅構内図なお、2015年度事業計画の中で、2019年度を、目途に球団主体機の折り返し線を改良し、平面交差せずに当駅で折り返しができるよう工事を行うことを明らかにした。東京メトロ管轄の東西線、半蔵門線ホームでは発車メロディを使用している。 東西線ホームには2015年5月21日に爆風スランプの大きな玉ねぎの下で遥かなる思いをアレンジしたメロディが導入された。編曲は向谷実が手掛けた東西線の発車メロディについては東京メトロ東西線発車メロディも参照。半蔵門線ホームには2018年9月13日にスイッチ制作のメロディが導入された。 昨年度の1日平均乗降人員数は、下表の通り。昨年度の1日平均乗車人員数は、下表の通り。7番出口、東西線2番線ホーム中野寄りにあり、東西線以外の利用はできない。半蔵門線と都営新宿線は、東駅から神保町駅までの区間のトンネルを、東京都交通局が一括で建設した。 当駅の半蔵門線を仕上げ方面4番線と都営新宿線新宿方面5番線のホームは厚さ約4十0 0メートルの壁で仕切られているだけで非常口が両ホームを結んでいるこの壁があることで乗客は階段の上り下りや改札の通過を伴う遠回りをしなければならず乗り換えに時間がかかっていたまたホーム自体の幅も壁によって半分ずつに 分けられてしまう上、階段部分では、一方のホームの階段が、他方のホームに張り出す格好となることから、最も狭い箇所では、幅がおよそ1.5メートルにまで狭められるという、安全上の問題も開業当時から存在した。2011年12月、東京都交通局及び東京メトロの両社が、ホームとコンコースの壁を撤去して、乗り換えの利便性を向上させる工事を行うと、 発表した。工事開始は、同年12月15日終電後で、全長210メートルのホームのうち、約90メートル分の壁が撤去されることになった。2012年6月21日に、猪瀬直樹東京都副知事、同年末に東京都知事に、就任が党を視察し、この壁のことを、養老岳氏の著書になぞらえて、馬鹿の壁と表現した。 2013年3月16日から供用が開始された。壁が撤去されたことで3面4線配置となった。これと合わせ、券売機スペースに新たに他方の運営体の券売機を設置する改札機でも互いの切符を処理できるようにするなどのサービス工場が行われ、乗り換え客以外にも利便性の向上が図られた。一方、前述の通り、 この工事が完成した後も東西線は、他路線とは改札内では繋がっていない状況が続いているが、こちらについても、既存の改札口の移設、撤去を行い、参戦共通改札口の設置などを行うことが2017年9月に発表された。共用開始は2020年3月末、完成は2025年3月末を予定している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。